ゆららです。2019年10月20日日曜日に宅建の試験があります。でね、私は平成29年度から受けて3回目の受験となります。平成29年度ではね、33点で2点足りなくて、で平成30年度去年の試験では36点と1点足りずに落ちてしまいました。で今年3回目、もう直前も直前期なんですけれども、今の実力のほどはいかにということで、これはねタックさんから発売されてる12年分の本試験問題の過去問なんですけれども、こちらをね4年分解いてあります。はい、でちょっとその結果をね皆さんにお伝えしておこうと思います。まずね、平成30年度去年の問題ですね。これが37点の合格点に対して39点、で平成29年度35点の合格点に対して37点、平成28年度も35点の合格点に対して37点、平成27年度31点の合格点に対して41点。これね、平成27年度は、昨日の夜に解いたんですけれども、やっとね40点超えることができて、すごい今嬉しいです。まあ、ただねここでちょっと油断できないんですけれども、今年のね宅建の勉強をこの総合資格学院さんのこの問題集で勉強してたんですけれども、これにね応募者全員プレゼントで実力確認模試がもらえたんですよ。でこれをこのね実力確認模試をやってみたところ、これがね結構難しくて実感内に終わらないっていうね、まさかの。でそれで29点しか取れなかったんですよ。なので、まだまだねちょっとこう試験本番まで残り少ないんですが、不安点は結構あります。はい、でね、宅建の試験は大きく分けて民法、法令上の制限、宅建業法、税その他に分けられるんですけれども、民法部分が14問出題されるのに対して、まあ、平均でね7点以上は取れてるんで、まあこの直前期、まあ、ここはもう放っておこうって思います。であとは法令上の制限と宅建業法。法令上の制限はね結構得意な方で、まあ、暗記が多いんでね、ここも結構点数がわりかし取れる方なん であとはねもう宅建業法ですね、50問中20問もね出題されるんで、まあ、一番割合が多くね占められてる、もうここはね本当にもう1問も落とさないようにやりたいってところなんで、もうここをね重点的にやっていこうと思います。でね、10月20日の試験本番当日にはまたね採点ライブを予定しております。時間はね19時夜の7時から予定しております。ね、今年のねゆららは何点取るのか、はい、またねみんなでこう見届けていただければと思います。今年はどうなることやら。はい、でね、またあとこれは全然関係ないんですけれども、またね、大型の台風が来ているってことで、先月ね台風15号で、まあ、結構千葉県の南の方でねすごいたくさん被害が出ていたんですけれども、またねそれ以上の台風がやってくるってことでね、台風19号、またねこちらもちょっと皆さんお気をつけください。今の予報だと土日とかだよね、12から13にかけて非常に強い勢力を持った台風がまたやってくるってことでね、ちょっと皆さんお気をつけください。私も気をつけようと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またね次は、試験日当日ですね、10月20日はい夜の7時から、またねー、頑張ってきます。